まあ、僕が分かりますよ、場違いなのはね。いやでもね、そうなんですよ、まあ、意外な気はしちゃったんですけど。そうなんですよ、そうなんですよ。ちょっと待ってよ、もう。いやでもみんな聞いてくれ。あのね、君たちはね、松本隆さんのね一面しか見ていない。松本隆の主の世界が君たち全てね、緻密でね、女心でね、綺麗な情景描写だと思ったら、それは大間違いだ。あ、松本隆さんの中にも、まあ、いろんな時期があったのかもしれないが、中にはですね、全く整合性がない、まあ、いわゆるぶっ壊れてる詩もいろいろある、その詩を担当しに来ました。振られて万歳。サンプラザ中野さん。